よし、お買い物して、さあ、一回お家へ帰ろう。まあ、本当風がね、瞬間風速が結構あってね。常時強いというよりも瞬間風速がね、ぶわってきたら、煽られるんでおっかないよね、本当。ああ、ダメだ。のんびり走ってたら運動にならん。一生懸命こがないと。こういうアパートとかマンションみたいなところで太陽光パネルを積んでるってことは、住人は何かしらのメリットプラスがあるのかな。電気料金が何かしら安くなるとかってなるのかな。またここに自転車が倒れてるな。またじゃなくてずっと倒れてんのかな、これ。おっとっとっと。横になればいいか。無人か。ああ、この家も太陽光パネル積んでるな。もう今普通なのかな、やっぱ太陽光パネル積むのが。まあ積んどけばね、その積み始めから、そっか、住宅ローンでね、住宅ローンで家賃分も入って乗っかってくるわけだから。電気代は安くなったとしても、住宅ローンは高いわけだから、乗せればね、乗せた分だけ。どっちがいいんでしょうね。よし。あ、バイデン大統領ってバイデンと同じだ、なんだな、そういえばな。電気を売るバイデン。バイデン。今気がついた。トランプ大統領はそのままトランプだもんな。オーバー。なんか地名があるとかって聞いたことあるけど。普通オバマなんて使わないけど、まあトランプとバイデンは使うな。あ、そうそう、障子を張り替えようかなっていうか、障子を張り替えるとしたら、どうしたらいいのかなとか思ったら、なんかもうプラスチックの障子紙があるのね。プラスチック障子紙って書いてある。どんだけ強いんだろうね、プラスチック障子紙って。
それも糊じゃなくてテープで貼るとかアイロンで貼るとかあるんだよね。糊もあるけどテープで貼るとかね、両面テープね。あとアイロンでね、熱で貼り付けるとか、そういうのもあったね。まあ暖かくなってからだな。また溜まってる。ほんと溜まり場だなここは。といったところで到着。